ド激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京上野にあります焼肉ライク上野店さんに来ております。こちらね、その名の通り焼肉が楽しめるところやっていくんですけれども、ここはね、ちょっと一味違うちょっと焼肉屋でして、一人でも気軽に食べられるような焼肉が食べれるような仕様になっておりまして、ファストフード感覚で焼肉が楽しめるという、お店でございます。一人で行きにくい焼肉屋、焼肉ライクでは一人一台のロースターがつき、自分のペースで自分の好きな加減で一人焼肉を楽しむことができます。でしかもね、このロースター、肉を焼くロースターに関してはね、煙があんまりこう、出ない、無煙ロースターを使っているんでね、サラリーマンとか、あとはね、女性にもおすすめの焼肉屋でございます。で今回はね、なんとここにですね、激辛メニューが、期間限定で、販売されたということでね、今日はね、ここの激辛メニューに挑戦していきたいと思います。そのメニューがですね、辛いくセットということで、ハバネロやコチュジャン、いろんなね、さまざまな唐辛子を使って辛みを出した、あとね、スパイシーな、スパイス、さまざまなスパイスを使ったね、この辛いくセット、こちらが楽しみですね。ちょっとこちらに挑戦していきたいかなと思います。このね、この辛いくセットに関しては、この激辛増し、なんか激辛増し増しみたいなのがこうできるそうで、今回ね、そのちょっと増し増し、ちょっとどれぐらいよくわかんないですけども、程よくね、ちょっと増し増ししていきたいかなと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。焼肉ライクの公式の、ツイッターですね、本日12時から全店舗にて、この夏は一人で激辛ライク辛いくキャンペーン開催、激辛激うま絶叫級のハバネロ焼肉が登場ということでね、これ本当に最近、今日が8月17日なんで、本当にね、最近です。8月12か13ぐらいからもうスタートしているんで、もうね、楽しみです。このハバネロを使ったね、この激辛焼肉を食べて、この夏を、乗り切ろうということで楽しみですね。それでは早速待ちましょう。いただきます。さあ、辛いくセットお手並み拝見ですよ。ということで、これ辛さ増しですね、激辛増し増しでございます。はい、別皿のこのホルモンにイリベリコ豚と、バラバラ豚バラ、うまそうだな。はい、じゃあ、ね、早速いただきます。豚バラ、豚バラかイベリコ豚、どっち？イベリコ豚。もともとタレがかかってるんで、チョイギサラダ来たね。チョイギサラダいただきます。うん、意外にいけますね。うん、うまっ。意外にハバネロを使ってるんで刺激的な感じかなと思ったんですけど、意外にいけます。うめえわ、マジで超美味しい。普通に食事になっちゃう。うん、山中に包んでいこうかな、これね。
ラジオ、マスキラジオ、あ、豚カルビをキムチとキムチで、山中でキムチと3点ソースがやっぱ絡みたいですね。ハバネロソースというかハバネロが多くかかっているところがあると、ピリッとこう締めますけど、ね、もう普通に美味しい、うん、うまい。で、これホルモンいきます。ホルモンもうまそうだな。良心的な辛さですよ。全然いけるわ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。焼肉ライク上野店さんの辛いくセット、激辛マシマシ辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 4.5 です。はい、 4.5 になります。辛いしプラス、これの燃え盛る炎をねこう浴びながら、そしてこのハバネロの効いた、激辛焼肉をこう食べましたけれども、汗が止まらんということで、普通に美味しかった、うん、意外にハバネロを使ってるんですけども、意外に、いけちゃったかなという感じなのでね、別にもうこう辛いの苦手な方でも、安心して、食べられる、そんな焼肉かなと思います。食べてる途中に、ね、こう若干こうピリッとこうハバネロの、辛みをピリッとねピリッとこう感じましたけれども、それがね結構こう美味しく、何ですかね、食欲増進、食欲増進で、非常にこうガツガツ食べられたかなと思います。もう好き、好き、焼肉好きだからね僕。週1ぐらいで通いたいかな、これぐらいだったら、うん、これいいわ。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッターと更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。